病人役の吉高君を自分の恋人だと思って愛情込めて看病してもらいます。だからそういう言い方やめて。では始め。どっか苦しいところはないですか？背中が痒いの。背中痒いって普通逆側向くでしょ。調子に乗りすぎなんだよ。ちょうどいいので次。モラン、食べさせてあげる。あんして。もうしっかり食べなさいよ。どこ落としたの？全然来てねえな。お前はとても危険だ。死ね死ね。あの女が。ああ、気づかないの？頭の上天女が待ってるわよ。早い。一瞬でこんな不死だらな関係に。早い。私乗られるより乗る方が好みなの。天国に連れてってあげるわよ。そいつは残念だ。俺は攻める方が好きなんだがね。てめえら、この辺何に使ってんだ。早い。一瞬で私の M を開花させるなんて。おめえは最初から変態満開だろ。でもしょうがないぞ。ゼルドリス、やったな。お前は親父に勝ったんだ。当然だ。さてはお前、相当なおっぱい好きだな。精神内でも顔をうずめてたもんな。違う。長くは持たない。ごめん、桃之助くん。僕の服の中に。こんなに狭くて息苦しい場所なのにどうしたことか。このまるで天国にいるような心地よさは。泣き止んだ。かすみがいいなんて混ぜてるね。あ、こいつかすみさんの胸もんでる。いや、あの赤ちゃんだし。すみません、母乳はちょっとまだ製造の予定がなくて。このエロガメ放って。じゃあ試しに花子さんも一回。スカスカ。え、今喋った。なんだよ、そういう文化のお国柄なのか。生きてなあ、タケト。タケでいいぜ。どうした？服のボタンが止められない。そのままでいいだろう。じゃあこれで。お前スケベなんだな。は？何言ってんだお前。見てる。見てねえよ。嘘だろ、どうすんだ。誰もいないなら水浴びしちゃおっか。特等席で覗き放題だぜ。目があった。なぜ塔角のを埋めておるのだ。覗いてたから。おはようございます。先輩。かわいい浴衣を自慢しに来たのか。来週の予定出してないから出しに来ただけだし。小賀って浴衣似合うのな。今胸見て言ったでしょ。腰とお尻のバランスも含めた上での発言だ。バリムか。どうせ帯にどっかり乗るような立派な胸はないですよ。寸胴ですよ。お、奇遇だな、ヒヨリ。うわっ、違う。俺は殺しではなくて。ヒヨリ、本当に誤解。なんだこの男は。こっちを見ている。なんでこっちを見ている。いや、ありえん。この銃口は針の穴ほどにしか見えないはず。その男の刺すような視線がそれを許さない。